縦の勇者の成り上がりは、姉子ゆさぎによる日本のライトノベル。イラストは、渡る南イラ。2012年から、小説投稿サイト、小説家になるを似て連載中。また、2013年から、m f ブックスより書籍化されている。書籍は、ウェブ小説を元とした物語となっているが、大幅に過失、修正を加えており、話の流れや展開が大きく変わっている。 2019年6月時点でシリーズ累計発行部数は780万部を突破している。コミックフラッパー2014年3月号からアイアダマによる漫画版が連載されている。また、2014年4月から我が遺伝、槍の勇者のやり直しが小説家になるをにて連載されており、2017年7月に書籍化とコミカライズが決定され、12月に書籍化。 コミカライズは8月からコミコーカーとニコニコ性が似てニートによって連載されている。図書館で4勇者について書かれた本を手に取った大学生の岩谷直文は盾の勇者として異世界にある国家メルロマルクに召喚された。そこには剣の勇者、天木蓮、弓の勇者、川澄いつ槍の勇者、北村元康も召喚されていた。 次元の亀裂から魔物が大量に湧き出すという波から世界を守ることを国王から命じられそれぞれの武器を鍛えるために仲間を連れて旅をすることになる。だが、盾は攻撃ができず人気が全くなかったため盾の勇者である直文の仲間になったのは女中者マインのみであった。しかしマインは直文を裏切って全財産を盗み取っただけでなく直文に 不助暴行の冤罪をかける。勇者としての名声や、金銭や信用を失い、異世界の人々に絶望して一人で旅に出ることを決めたナオフミは、パーティーの攻撃役として、奴隷商人から、アジンの少女、ラフタリアを買い、二人での旅を始める。当初は、契約による主従という関係でしかなかったナオフミと、ラフタリアも旅を続けていくうちに信頼し合う関係に、 なっていく。召喚されてから、最初の波を経て、ゲーム感覚で行動する他の勇者をよそに、波によって、被害を受ける民を助けるなおふみは鳥型の魔物である、フィロリアルのフィーロを加えて、正体を隠しながら、行商を始め、神鳥の聖人と呼ばれるようになる。再び起きた波では、グラスという、勇者と対立する存在とぶつかる。メルドマルクからはたびたび妨害や迫害を受ける。 ナオフミだが、行商や人助けを重ねていくうちに、国ではなく民のレベルでナオフミと他の勇者の評価が逆転していく。ナオフミの評判が高まっていくと、今度はメルロマルクの国境であり、もともと盾の勇者を否定していた三勇教が身勝手な、理屈からナオフミどころか、信仰対象であるはずの三勇者の排除を格索する。ナオフミは、第二王女であるメルティの暗殺未遂。 誘拐の権威をかけられ、妹に奪われた、大井継承権一位を狙うマインとそれに踊らされる、勇者との戦いを経て、伝説の武器の複製を持ち出した三遊興教,教皇を、呪われた武器で倒す。ほぼ同時に帰国していた、メルロマルク本来の王であるメルティの母ミレリアによって、ナオフミの冤罪は晴らされ、名誉回復とともに、迫害の温度をとっていた。 国王ウォルトクレート第一王女マルティは王族としての資格を剥奪される。呪いによる怪我から回復したナオフミは女王からの提案もあって他の勇者との連携や情報の共有を行うが、元安、レン、キの三人は互いの情報を取得し、本音を見せない。それでも聞き出せた強化方法を他の勇者ではなく盾を信じるという形で実践し、 成功すると、それぞれの勇者が信じる情報の祖語による落とし穴を危惧していく。取得する経験値が増加する活性化現象が確認されたカルミラ島の情報を得て、勇者たちが現地へ向かう途中、ナオフミたちは、ラルクベルクとテリスイコールアレキサンドライトと名乗る男女二人と知り合う。ナオフミは、キいイ・ラルクとテリスに好感を持つが、カルミラ島で起きた波で彼らは、 ナオフミたちとは対立する立場であることが明かされる。二周目、四周目愛のカ人ドである槍の勇者、北村元康は、気がつくと異世界に召喚されたその日に戻っていた。突然のループに驚きつつも、冤罪事件の際に、ナオフミを救出。フィロリアルのクロちゃんを育成し、ナオフミのレベリングも行う。その後、シルトベルトの使者に、ナオフミを預けるが、 二日後に見覚えのないアイコンが現れたと認識した瞬間、元康は再び召喚初日にループする。四つのアイコンのうち、縦のアイコンが暗くなっていたことと、レンとキを召喚直後に殺したら再び召喚直後に戻ったことから、この時点では、四世のうち、誰かが死ぬとループするという事実に気づく。五週目シルトベルト編召喚初日にメルロマルク側の、 陰謀を暴露するが、口封じされかける。落とし穴の途中から入り込んだ、地下牢でエクレールを救出。シルトベルト行きに偽装されて殺害されそうになった、ナオフミを救出。シルトベルトに向かう。メルドマルク北東の国境取りを破壊。中途で、フィロリアル、雪、桜、港を購入。三遊峡の妨害を撃破しつつナオフミとエクレールの、レベリングをしながらの旅をする。 シルトベルトに到着するもナオフミに対するハニートラップやフィロリアルたちを邪魔者と外いとする妨害が起きる。なんとか自国の利益に関しては波という世界の危機を解決してからとことを収めるが爪の勇者に化けたトゥリナ殺害をきっかけにタクト一派との戦闘に突入。鳳王戦の記憶が蘇った元康に陸殺される。さらにクズとマインに引き入られた。 メルロマルク軍が攻め込んでくる。木は参加していないという情報から、タクト派閥の残党狩りを優先する。生き残ったタクト派閥であるネディシェンが支配するシルドフリーデンからも航空部隊が投入され、それらの対処のため、ナオフミと共に元安は大嫌いな飛竜に乗って迎撃する。シルドフリーデンと同時にメルロマルクも軍を進めてきた。その中には、 複製生武器を使う三遊教教皇もいた。シルドフリーデン軍はシルトベルト軍に任せ、ナオフミたちはメルロマルク軍に向かう。タクトを先導したことや自分たちのやっていることは聖戦だと語り、アジンに対する別紙を隠しもしない、身勝手にナオフミも官人袋の糸口が切れ、代表として担がれた木が姿を見せる。戦っている最中に敵の援軍と思われたのが、 女王にあったエクレールに率いられた本物のメルロマルク軍だった。名目上、偽メルロマルク軍とされたことで勢いをなくした敵軍を畳みかけ、教皇と逃げようとしたマインを元康が処分するが、戦闘不能にした木が手のひらを返したマルドに殺害されループする。6週目、メルロマルク編初日に4人での相談時に未来から来たことをカミングアウトする。 だが事前情報のない直フミはともかく、レンと木からは怪しまれ、元康が言葉足らずに語る未来に関することで、むしろ話がこじれてしまって失敗する。スキルでの隠密偵察中に見かけたマルドを暗殺。仲間選びにおいて、未来と同じくはぶられて、赤豚がついた直フミを、心配しつつもポータルで牧場に飛び、雪子桜を購入しておき、桜は直フミ仙人として、 ナオフミに登録してもらうことにする。冤罪騒ぎでは、盗品の登録証明確認を提言するが、すでに改ざんされてしまっていた。結局は、茶番が過ぎるので場をぶち壊して、ナオフミを救出する。木はマルティに籠絡され、レンはメルロマルクを怪しみつつものを立ち、エルハルトの店で、ナオフミに、ループに関する事情を説明。桜の登録を済ませてから、 基本的な武器の機能を確認する。奴隷として購入したキールを入れてナオフミとフィロリアルのレベリングを行う。前回の反省からシルトベルトには向かわず、メルロマルク内で潜伏しながら一周目と同様の行商をはじめ、バイオプラントによる食料や薬の販売を中心に、髪鳥の成人として名声を得る。この際に、商家である実家から営業に来たエレナが仲間になる。 レンによるガエリオン討伐後のおこぼれ騒ぎでウィンディアとガエリオンが仲間になる。声優は突起がない限りアニメ版。異世界において最高位の聖武器四つに選ばれた勇者たち。本来は四聖教という宗教で神格化されているが、数百年前に召喚された先代の盾の勇者が味を擁護して人間との仲を取り持とうとしたため。 メルドマルクでは四聖教から分派して他た三人の勇者を深刻化した三遊教により盾の勇者の伝説は抹消されて盾の勇者だけは一段低く見られ実際はそれならまだマシな方で極端な三遊教関係者からは盾の悪魔呼ばわりすらされている始末である行商により直踏が神鳥の聖人と呼ばれるようになり評判が高まって権威が揺らぎ 四世勇者全員の抹殺と国家転覆を企んだため女王により討伐されメルロマルクの国境は四世教となりたての勇者も等しく崇拝されることとなった。今代の勇者はいずれもそれぞれにて非なる歴史を歩んだパラレルワールドの現代に本から召喚された。ナオフミ以外の三人は元の世界で禁じした。 設定のゲームをプレイしていたためゲーム感覚でスキルにばかり頼って地道な訓練を嫌がり自身の持つ常識に固執して互いに重要な情報を明かさないなど信頼関係が最初からなかった。4人で召喚された時のことを話した際、直文が本を読んでいたらと言った途端、3人で彼を見下すようになり、彼らが弱色、負け組と下げすむ直文に 現実に向き合え。この世界はゲームなんかじゃない。と、幾度となく言われても全く聞く耳を持たずにいた。また、元康はマインにより、レント、キは、ギルド経由で情報操作されて、直文に対する宗教的迫害に気づかず、冤罪事件はそれを真に受けて、誹謗中傷した自分たちも同罪だと理解できず、直文の名誉回復後も彼に謝罪することはなく、 自分たちには責任のないことだと考えている。鍛錬を怠り、その必要性を認識できずに弱いままだったため、別の異世界から来たラルクたちから見ると勇者と呼べる、存在はナオフミだけであり、他の勇者は弱すぎて、勇者を語る偽物とみなした。ナオフミがカースシリーズの武器の使用や三人の強化方法を信じて実践し、 なおふみ以外の三人との力の差が出始めたことで反発するようになり優秀な素材目当てで礼気に挑むがこれも彼らがプレイしたゲームでは手軽なクエストだったことがあだとなり敗北、凶に囚われなおふみたちに救出されるも評価が地に落ち雲隠れしてしまうその後なおふみたちに見つけ出されたが介入してきた人物のせいでカースシリーズが発動するほどのトラウマに苦しみ 説得は難航するも、最終的に若い、全員が、ナオフミの村で暮らすようになる。王族、聖愛都領、町ナオフミの村ナオフミが、霊気戦後に領地として得たキュール・ロロナ村の住民を、中心とした奴隷たちの村。旧住民含めて、ラフタリアと、同年代の子供が多く、ナオフミによるレベリングによって成長しているが人数が、多いためか、ラフタリアほど、 肉体的には成長していない。また、旧ルロロナ村の住民は、かつてのラフタリア同様に波で村を襲った魔物に、対してトラウマがある。村の魔物村の開拓や、行商のために飼われている魔物。ナオフミの持つ成長補正によって、かなり高い知能を持つようになり、村を守るために希望した、クラスアップで大半が、新種の魔物、ラフ種に進化する。 キュールロロな村城下町その他やりの勇者の、やり直しやりの勇者で登場するキャラクターたち。ループした元康が育てた、フィロリアルたち。黒以外の命名は、名を踏み。元康は、卵の状態でも区別がつくため、ループするたびに、可能な限り手に入れている。雪桜公のサンバは、フィトリアの試練を受けて、後継候補に選ばれているが、その後も元康が、 限度なしに卵を買い漁った結果として、最終的にはそのほとんどが、キング、クイーンで構成される、フィロリアル軍団となる。タクトいっぱい世界の守護獣。文字通り世界を守護するのが役目。世界の生物の命と自らの存在を引き換えに、波を防ぐ結界を張る役目があることが明らかとなっている。過去の盾と弓の世界及び、絆たちの世界においては、 詩人の守護獣がいたと作中で述べられている。勇者シルトランコククテンローピエンサブシール勇者、波によって接触しているナオフミたちが召喚されたのとは別の異世界。魔物を送り込んでくる侵略者だと思われていたが、彼らもその世界の勇者であり、自らの世界を守るために戦っていた。しかし、彼らの中にも意見の相違や、 後日の転生者を含めて、私欲を優先する者もおり、揉め事が起こっている。ウェブ版では、グラス以外のキャラは登場しないか、概要の説明程度。四世勇者藩たちの世界の混大の勇者は、波が発生する前、マリウ討伐のために、絆が召喚され、波の発生後に、残りの勇者三人が召喚される。絆以外の四世勇者は、ナオフミの世界同様に、 ゲーム感覚で波に真剣に取り組もうとせず、使命を放棄して逃げ出していた。なおふみ一行が、元の世界に戻った後に、絆が、他の四声優者と話し合いを行ったが、まともに話を聞かなかった。そして、宮所のたち剣属気持ちの転生者によって、絆以外の四声優者が殺されてしまい、四声優者が絆一人となってしまう。しかし、 札の勇者候補であったシルディナを、ナオフミたちの天意に巻き込んで呼び寄せ、札の西部機械法後、シルディナが新たな札の勇者となった。建族機の勇者藩の仲間魔竜四天皇魔竜に、知識や力を授けられた魔物たち。名前は世襲制となっており、以前の四天皇は、絆一行に討伐された。魔竜と力が繋がっており、魔竜に力を供給でき、 魔竜が強くなると四天皇も強くなる。ただし、魔竜の任意で罰を与えられる。風の空フィリカ以外は、忠誠心が強く、より強くなって復活した魔竜に震え上がっている。敵対国正体は波の先兵であり、魂と外見が一致しない天章者。魂はガリガリの三十代っぽい姿をしていた。ナオフミから眷属旗を奪おうとしたことに疑問視されるが、 後に、正体は武器を奪える転生者であることが推測された。その高みを占勝する、存在派の先兵伝説の武器の、聖武器や、剣属機の精霊に選ばれ、所持者となったものを指す。勇者に選ばれると、攻実の武器の機能により、一般の冒険者よりも、強い力が手に入る代わりに、世界のために戦うことを義務付けられる。伝説の武器を持つ、波の先兵も、 勇者と呼ばれているが、実際には、不正な力を使って武器を操っているだけであるため、偽勇者として扱われる。勇者は異世界に召喚されてなる場合と、現地の住民がなる場合の2パターンなる。勇者となるものは、出身世界、人種は問わず、魔物が選ばれることもある。所持者は武器の精霊が選んでおり、勇者本人の意思をあまり尊重せず、 強制的に選ばれることが多い。またゲーマー、オタク気質な日本人が召喚されることが多い。勇者に選ばれる基準は武器の技術や経験よりも資質が重要視される傾向がある。資質とは世界を守る勇者の資質とその武器をうまく扱える才能のことであり、たとえ勇者に選ばれた時点でその武器の心得がないものでも選ばれる場合がある。勇者が使命を放棄。 または間違った行いをすれば、武器の精霊に見限られ、武器が離れて、勇者としての力を失ってしまう。四聖勇者性武器の所持者となった者の,のこと、聖異物を使用することで召喚される異世界人のみなれる。四聖勇者は、第一から第三まで候補者がおり、現地の異世界で予言として、彼らの特徴と、その候補者に対する助言が、石碑に記されている。 第三候補は、勇者としての資質は高くても、精神面などに問題があるとされる。精霊も候補者の中から自由に選べるわけではない。世界の,世のような重要な存在であり、世界がよほど危機的状況でない限りは滅多に、召喚されず、4世全員が一度に召喚されることもない。所持者が死亡することで、波の激しさは増し、全員が死亡した状態で、 波が起こると世界は崩壊する。西武器の所持者を新たに召喚するには、波が発生していない状況で一度揃った四、生前院が死亡していなければならない。基本的に、異世界に渡ることができないが、特例で数人行くことは可能。世界にとって重要な存在であるため、使命を放棄、または間違った行いをしても、勇者の資格を失うことはないが、木の持つ、武器の弓が、 リーシアに投敵具の七武器を与えたように所有者を止めようとすることがある。また、波の先兵に不正な手段で奪われた場合でも生武器とのつながりを自覚していれば取り戻すことが可能。同様に不正な手段で所持されている剣属機を剥奪して解放することもできる。世界を無事救った、もしくは波を乗り越えた際には、 伝説の武器から次の三つのうち一つ、褒美が与えられる。元の世界の因果律をまさぐることで、どんなものでも三つ叶えてもらい元の世界に帰還する。異世界に残って勇者として崇めたえられながら永住する。一度元の世界に帰れるが、また異世界へ来ることのできる権利。剣族期の勇者剣族期の所持者となったもののこと。なおふみたちが担当する異世界では七千勇者と呼ばれる。 召喚者の他にも、現地の住民、もしくは波によってその武器がある世界に訪れた異世界人がなれる。召喚する場合、剣属機を使って召喚されるが、失敗する場合がある。現地世界の住民がなれるため、冒険者が憧れる職種として有名でもある。少しでも戦乱が起こると出現する可能性があるため、武勇伝の数自体は四声勇者より多い。四聖勇者と異なり、 他の異世界に波や何らかの移動方法が確立していれば自由に行き来できる。死亡した場合、適正者がいれば即座に認定されることがある。ただしこれらの特性のため、波の先兵が勇者になり、済ましやすくなってしまっている。四声勇者に比べると制限が緩い一方、資質があっても精神が未熟だと選ばれなかったり、使命を放棄、 または間違った行いをすれば、武器の精霊に見限られ、武器が離れて、勇者としての力を失ってしまうことがあるなど、所有資格の有無に関しては、少々厳しい面もある。ただし精神的な成長を遂げたり、過ちに気づき改心すれば、武器に選ばれる。剣族機の勇者も、世界を無事救った、もしくは、波を乗り越えた際には、前述の褒美が与えられるのかは不明。 世界を守るために存在する特殊な武器。精武器、剣属機にはそれぞれ精霊がついており、そのため精霊具とも呼ばれる。所持者には様々な恩恵と制限が与えられている。武器は破損、破壊されることがなく、武器のどこかに丸い宝石がついており、その宝石が力のようとなっている模様。勇者が所持した当初は、 弱い初心者用の武器の形をとっているが、魔物や素材を吸収することで新たな武器が解放され、その武器に変化することができる。またはイポ本コピーという既製品でも、同じ系統の武器を手にすることで、コピー可能な機能がある。また同じ武器でも、品質の良い武器をコピーすると、ボーナスがかかる。解放した武器は、ステータス画面で、スキルツリーとして表示されている。 ただし武器を解放するには必要ないルブや必要個数があり、数回吸わせる必要がある。魔物によっては細かく解体することで V 字の武器が解放される。武器ごとに技能やスキル、ステータスアップなどの装備ボーナスがあり、一定の熟練で能力解放され永続的なボーナスを得る。技能などが他の武器で重複している場合、ステータスアップなどに置き換わる。 武器にはその形状に変化させることでのみ現れる専用効果のある武器も存在する勇者に自ら死を選ぶ至るほどのトラウマや強い負の感情が生じるとその感情を糧にした7つの滞在の武器カースシリーズが発動するこれらは呪われるデメリットと引き換えにした自殺防止機能でカースシリーズを乗り越えた際にはブレスシリーズが発現する伝説の武器を所持することで 様々な恩恵を受けることができる。勇者専用のステータス、SP を使用して、栄称を必要としないスキルが使用可能となる。スキルは解放された武器の装備ボーナスとして内包されており、その武器を装備することで使用でき、能力解放することで他の武器に変えても使用できるようになる。また、最上級魔法のリベレーションが使用可能となる。また、 武器の力で自動で引き出されるエネルギーがあり常時展開している。強化方法の認識で勇者専用のステータス、EP が発言する。レベル上限がなく、クラスアップをしなくても上限なく LV を上げられる。他にも様々な機能が存在する。武器には翻訳機能があり、異世界語などの自分の知らない言葉を翻訳してくれる。ただし文字は翻訳できず。 勇者当人が勉強して覚える必要がある。物を倒した際に、アイテムや装備を作り出し、ドロップする。また、素材とレシピに対応した武器が解放されていれば、アイテムの調合、作成も可能となる。武器に魔力付与されたアクセサリーを付けると特殊な効果を得られる。武器ごとに様々な強化方法があり、強化方法を共有することで何倍もの力を得られる。 強化方法の共有は所持者本人から聞く必要はないが、どの武器の強化方法か認識する必要はある。別の異世界の生武器、剣属機の強化方法は共有できない。また勇者や所持する武器が過去に飛ばされた場合、武器が当時の世界の融合状況に合わせてしまうため、その時点で融合していない方の世界の武器の強化が使えなくなる。デメリットも存在しており、 まず、所持者の意志で手に入れたり捨てることはできず、基本的に所持者の体から離れない。ただし持ち替えたり、位置を変えたりはでき、見た目のサイズや形状を変えることで隠すことはできる。また変化させた武器の性能やスキルによっては、投げることができる。投げた後は、自動的に所持者の元へ戻ってくる。次に、武器の所有者は、他の武器を一切使うことができない。使おうとすると、手から、 電流のようなものが流れ、武器を弾き飛ばす。また素手などの武器を使わない直接攻撃は弱くなってしまう。さらに、流脈砲といった異世界の魔法習得の加護が受けづらくなってしまう。他に、波によって他の異世界に行った際は、その世界に存在しない素材の武器は使用できなくなる。ただし能力解放した装備ボーナスは残る。異世界によって差はあるものの、 伝説の武器のある程度の解析は行われており、機能が再現された道具が存在している。聖武器異世界から聖遺物を使用し、召喚された勇者のみが扱える伝説の武器。剣属機とは異なり、アンチ場所が存在せず、勇者を召喚の際も聖遺物を使用するため、勇者召喚前はどこにあるのかは不明。強化方法は、聖武器一つで三つ存在する。 所持者は半径 1km 前後に他の生物機の所持者がいる場合、経験値が入らない。四声有者同様、波から世界を守るための要でありくさびとなる重要な存在。剣続機よりも力や権限は強く、波の先兵に奪われても表面しか奪うことができず、所有者が生物機とのつながりを自覚していれば取り戻すことが可能。所持者に、 剣属機の勇者の勇者資格剥奪の権限を与えられ、波の先兵や勇者として不適正となった者から剣属機を解放することができる。正式な勇者や他の異世界の勇者に行っても武器は離れないが、正武器を不正で所持している者が強引に剣属機を離すことができてしまう。ただし正式な四性勇者と比べて力は弱く他の正武器の力で防ぐことができる。 剣続機性武器の剣続的存在である武器。性武器一つにつき二つの剣続機が存在する。強化方法は、剣続機一つで一つ存在する。半径1トル前後に、剣続機の所持者同士が二人より多くいる場合、経験値が入らない。所持した勇者が死亡した際に、適性者がいれば、即座に認定されることがあるが、適性者がいない場合は、 それぞれのアンチ場所に戻る。アンチ場所は挑戦者に公開されており、適正者か波の先兵のような、不正な手段を保持しているものならばアンチ場所から引き抜くことができる。ただしアンチ場所から適正者のもとへ、剣続機自ら向かうこともある。なおふみたちの担当世界の武器班の担当世界の武器聖員の異世界の武器聖員の敵対勢力の異世界の武器筆の 西武器の異世界の武器主人公の岩谷直文が召喚された異世界。人間の他に亜人や獣人が住んでいる世界。過去に人間側と亜人、獣人側に分かれて戦争をしており、現在でも差別や宗教による大きな溝が残っている。メルドマルクの女王の外交により、各国はひとまずは互いに争わずに波の対象を行う方針をとっている。 絆たちの異世界と比べると波に関する記録も少なく波の先兵などによって重要な情報が紛失していることが多い。そのため当初は波を単に魔物が大量に出現する災害だと思われていた。この世界では眷属機のことを七重武器、その所持者を七重勇者と呼ばれている。しかし後に八つ目の馬車の眷属機が明らかとなる。主な魔物は フィトリアによって統制されており、当初は人里以外の土地の波の対象をしていた。なぜか海での経験値効率がかなり良く、ナオフミたちがエルブイアゲによく言っている。他の異世界や過去の世界では陸地と海との経験値の差はなく、ナオフミの異世界よりも経験値を得られており、ナオフミはこの世界の経験値の低さは波の勢力の暗躍によるものと疑っている。 過去の勇者によって、クリスマスやバレンタインデーなども伝わっており、イベント化している。通貨は、金銀銅の貨幣のみ。比率は、金貨1枚に対し銀貨100枚、そして、銅貨1万枚となっている。伝説の武器の同様の能力を持つ、複製品も作られているが、オリジナルと比べて稼働させるのに数百人から数千人分の魔力を必要とするなど、 コストパフォーマンスが悪すぎるため量産には至っていない。それ以外の研究はされていなかったが、後日の絆の異世界で、なオフミが手に入れた一部の機能に特化したアイテムがもたらされたことで研究が再開している。西武機は盾、剣、槍、弓。剣族機は土、斧、爪、杖、小手、無地、投敵具、馬車。守護獣は霊気、鳳凰、麒麟、王竜。 守るたちの過去の異世界がオふみたちが、村の異変によって飛ばされた、仙台崖の勇者である、白の守ルが召喚されていた、過去の世界。当時は波による一回目の世界融合によって、縦の世界と弓の世界が融合した世界であり、まだ剣と槍の世界とは融合していない。そのため西武器の所有者は四聖勇者ではなく、創世の勇者や、西武器の勇者と呼ばれていた。 過去の世界であるため、未来では絶滅、絶滅寸前の魔物が多く住み着いている。またフィロリアルはまだ存在していない。白シ種も人里離れたところに生息していたのか、守ルたちは知らなかった。未来では残されていなかったが、波やその先兵に関する情報は把握されている。当時の生物器は盾と弓、剣族器は土、爪、無地、馬車、守護獣は スザクがいたことが明かされている。剣と槍の異世界、白の守るが召喚された、過去の時代の盾と弓の世界と融合する前の剣と槍の聖武器の世界。ナオフミの時代の時間を司る神殿があった、フィロリアルの聖域の本拠地はこの世界のものと思われ、ナオフミたちが元いた時代に帰れる手立てがあるとされている。ナオフミたちが波で神を戦勝する者の一人を、 倒した後、その仲間によって、世界と、西武器の勇者を人質に取られてしまい、剣族器の勇者は、盾と弓の世界のピエンサの侵略活動の協力と、ナオフミたちの殺害を強要されている。当時の、西武器は、剣と槍。剣族器は、当敵具、杖、斧、小手風山藩が召喚された、異世界。人間の他に魂人、明人、宋人、 ドワーフなどのアジンが存在する。古代から近世あたりの日本に近い種族の国がいくつかあって、それらの国ではグラスのようにはそ装がデフォルトで様相は異世界から召喚されたものくらい。互いの世界のアイテム効果が違うなど、ナオフミたちの世界とは法則性が異なる。以前は魔竜が自らの支配権で人間を奴隷のように酷使していたが、 召喚された絆に討伐される。迷宮古代図書館があるおかげか波の伝承が多く残されており、ナオフミもこの世界に来て波の真相を知った。ドロップ機能や波発生時に現場へ転移できるアクセサリー、転移スキルの再現など勇者の武器の機能に関しての研究が進んでいるが、その反面 SP にあたる魂力を回復させるアイテムがない。 波の発生時は各地にいる絆の仲間や波の魔物の素材目当ての冒険者によって対象されている。しかしその一方、絆以外の四世勇者はゲーム感覚で波に真剣に取り組まず、挙句使命を放棄して逃げ出している。剣族機の勇者も絆の仲間以外は派遣争いに躍起になり、さらに波の先兵でもあるため、波をないがしろにしている。 他国の首脳人も魔物の強さが上がり、経験値が増え、国力の増加がしやすくなったとメリットしか見ず、波で世界が滅ぶと思っていない。伝承の中に他の異世界を滅ぼせば延命することができるとあったため、グラスたちは当初オフ文たちの異世界の四世を狙っており、敵対関係であった。さらに、異世界の四世勇者の居場所を特定する道具の開発も進められていた。 絆の期間後はそのことを咎められたことで信仰を止め、直文と急戦協定を結んだ。その後、絆以外の四世が敵の眷属機の勇者に殺され、波の間隔が二週間周期になってしまう。さらに、聖院の敵対勢力の異世界に攻め込まれ、窮地に立たされるが、直文たちの救援で何とか立て直された。敵から取り返した札の西武器がシルディナを選んだことで、 4声優者が、現在2人となる。声武器は、資料具、玉、鈍器、札。剣属器は、扇、刀、楽器、森、鎌、船、鏡、本。能力はともかく、大半は武器というよりは、道具のカテゴリーに入るラインナップである。守護獣は、玄武、蘇作、白古、清流の4体。また過去に飛ばされたら2人やの刀が使える。 強化方法から、かつては、狩猟具と玉、札と鈍器の世界に分かれていたことが判明する。剣属器は、狩猟具と玉の世界が刀、森、鏡、本。札と鈍器の世界は扇、楽器、鎌、船。かつて、聖維のいた世界。現在は敵対していた、異世界の勢力によって四声優者が全滅し、世界が滅んでいる。 そのため具体的にどのような異世界だったのかは、現時点では不明。レインがいた、過去の時代では、西武機の鎧と指輪の異世界が融合している状態となっていた。過去には、天人種という種族が存在していたが、現在では能力である、光翼を恐れた波の先兵の隠蔽によってか、その存在が伝わっておらず、その末裔であるセインですら知らなかった。現時点では、 聖武器は鎧、指輪。剣属器は裁縫道具が判明している。世界が滅んだため、セインが所持している裁縫道具以外の武器がどうなったかは不明。かつて、セインのいた世界を滅ぼした勢力のいる世界。具体的にどのような異世界なのかは現時点では不明。この世界の勢力は、世界を滅ぼしたことで、多くの経験値や死に戻りなどの特殊技能をお手に、 入れている。異世界を滅ぼす波の戦いを楽しんでいる様子であり、まともな説得を聞き入れる様子ではなかった。異世界の言葉がわかるようになるアクセサリーや伝説の武器を拘束して支配するアクセサリー、担当外の異世界にいる西武器の機能や魔法を封じる手段、汚染した西武器を核にした改造魔物などの独自の技術が存在している。 死に戻りは一度殺されても死体は消え具体的な場所は不明だがどこかで復活することができるただし呪いなどの影響で磁場が乱れ転移ができないような場所では殺されても魂が留まってしまうその際に魂を攻撃することができる武器で攻撃すれば完全に倒すことができる詳しい状況は不明だが セインの姉によると、この異世界では四声優者は一人しか残っていなく、拘束して監禁しているらしい。また、その人物を殺そうとするテロリストがおり、ナオフミとセインの姉が出会う前に殺されかけたが、マインたちによって危機を脱したらしい。現時点では、聖武器は不明、剣続器は鎖が登場している。また、他の世界の聖武器、剣続器を奪っており、 なおふみたちの異世界の剣属機の土、斧、爪と、絆たちの異世界の、西武機の玉、鈍器、剣属機の船を拘束し所持している。ウェブ版では絆たちの異世界の異世界が似たような状況に置かれており、監禁されている勇者が絆に該当する人物だった。なおふみたち召喚された勇者や波の先兵の、元いた世界。作中では、 日本人のみ登場しているためか、主に日本と呼ばれている。様々な異なる世界の日本から来ており、連の VRMMO のある世界や、機能力者が存在する世界などがある。それぞれの世界で、ゲームや書物などとして、異世界の情報が偏った、ないし歪められた形で流布しており、召喚された人間が、自身の知識に固執するなど、悪影響が生じている。 しかも、元安、蓮、木がプレイしていたゲームでは、縦装備は完全な負け組の死に職となっており、直踏みが侮られる原因となっていた。異世界では召喚された勇者や波の先兵によって、日本の技術や食べ物、風習などが伝えられており、日本語は勇者文字と呼ばれている。だが、元いた世界の日本によって用法が異なっている部分があり、 違う世界の日本人には読めないとまでいかなくとも読みにくい。異世界に存在する概念で生命が発するエネルギーのこと。異世界にはこの木を操る武術が存在しており、修行をすることで見えるようになり、コントロールができるようになる。気を扱うことで自身をより強化させたりできる。また気を集めることでスタミナを回復することもできる。武術や戦いだけでなく、 ものづくりにも利用でき、気を放ちながら作業をすることで集中力が上がり、物に気を注ぐことで品質が上がる効果がある。また、優れた武芸者や技術者の中には、気が見えないが無意識に扱っているものも存在する。種族マ物のナオフミたちが召喚された異世界群に生息する動物。人間種による育成も可能で、卵の状態から育てた方が懐きやすいため、 卵に魔物門のような契約魔法を施し、従えやすくする。アジン同様、LV を上げると比例して肉体が最も効率の良いように急成長し、その分栄養を求めて、飢餓状態になり、通常時の数倍の食事を必要となる。種族にもよるが、ある程度知能が高いものが存在し、勇者に育成された個体はかなり高くなる。 魔物はクラスアップすることで上位種や全く別種の魔物に進化、変化する。ここでは主に出番が多い主要な魔物を記載する。ヤオサチコによる朗読でオーディブルにてデータ配信で2016年7月より配信開始され現在17巻まで発売されている。2017年7月1日にロサンゼルスで開催された アニメエキスポ2017にてアニメ化が発表された。第1期は2019年1月から6月まで ATX 他にてにクールで放送された。その後、第2期及び第3期の制作が発表された2021年10月より第2期が放送予定だったが、その後放送時期が2022年4月に変更された。 ラフタリア役の瀬戸正美とフィーロー役の日高里奈によるウェブラジオ、普通にラジオをお届けしたいラフタリアとフィーローが2019年1月21日から9月16日まで、おと泉にて、各週月曜に配信。コンピュータゲームアナログゲーム客演作品いずれも期間限定。2019年10月5日、本作と同じく角川観光の4作品のクロスオーバーアニメ。 異世界カルテットの第2期、異世界カルテットにへゲスト参戦することが決定。2019年9月16日に舞台化されることが発表され、2020年3月27日から29日まで、大阪、クールジャパンパーク、大阪 TT ホール、4月2日から12日まで、東京、シアターサンモールにて、公演予定だったが、2019新型コロナウイルスの、 流行の影響で延期となった。クールジャパンパーク大阪 TT ホールにて2020年3月27日に行われていたゲネプロの無観客公演のブルーレイ &DVD はシサーブリッツショップで2020年9月発売。その後、振替公演が2021年7月15日から25日まで東京シアターサンモールにて公演。 ゲネプロ公演振り替え公演の順変更なければ話。ありがとうございます。